京浜電気鉄道1号型電車は、京浜電気鉄道が1904年から1907年にかけて導入した、ボギー電車。1号型側面図、ペックハム 14B-3 台車栗浜工場に保存されているもので、は 5110K でハ110型となった後の姿、京浜完全通に備え、1904年に1から10の重量を、 大塚工場で、あとに15両を1905年から1907年に、かけて、番号順に、毎年5両ずつ、天野工場、大塚工場、東京車両で新造した。日本初の二軸、ボギー式台車、空気ブレーキを装備した電車であった。木造のモニター屋根、丸妻の正面3枚窓、開放デッキ、トロリーポール終電、救助網付きの路面電車系である。 最初の10両の座席はクロスシート。座席間隔は車体が短いためか若干狭かった。屋根の形状は特に前面の部分が前期車と後期車では形状が大きく異なっていた。乗客増加のため2年後にロングシートに改造されている。あとの15両は当初からロングシートだった。主要機器はすべて米国製で台車が ペックハム 14B-3、電動機は、ゼネラルエレクトリックの50馬力が4台、圧作空気式ブレーキとなっていた。自己廃車となった18が、全長短縮、中央扉か、モータ2個撤去などの大規模な改造を受け101号計101、となったが、乗降に時間がかかり、加速も遅いことから他社よりも早く廃車となった。 この廃車体は場所を点々をしながら1980年代まで、栗浜工場に残存しており、その後車体は解体されたが、台車のみが保存されている。構成車の増備により1925年に子会社の海岸電機に1から10が重量を揃って移籍した。海岸電機が鶴見臨港鉄道に買収後、1937年度線廃止時に、廃車、解体された。 一部車両は、自社川崎工場で29号型と同様の車体に乗せ替え、1924年改造分は11号型、1925年改造分は14号形、なった。前車は、改造時両端に扉で後年車体中央に扉を設置し、1933年に制御車化された。後車は、改造時から3扉との説が有力である。 東急合併時に11号型ワーク波5200型に、14号型は、デハ5110型とされた。戦後は出波420系割当ての見返りとして、地方施鉄に、教室、11号型は、福井鉄道も、破百型となった。14号型は、京急分離の際で、破百重系なったが大視線昇圧により、廃車、111は、長岡鉄道へ、112は、 高松琴平電気鉄道二0型となった。ありがとうございます。